男好きする色化満載ボディは復活しないのか。気がつけば壇蜜がテレビで見かけなくなって久しい。2009年6月に開催された東京オリンピックの聖火リレーで激痩せが報じられた彼女。ユニフォームが大きすぎてオーバーサイズの T シャツを着ていたため痩せて見えたと説明していたが、方は明らかにぽっちゃり、腕はカレー枝のように細くなっていた。その細さが元に戻ることはなく、テレビの仕事も徐々に減っていったようです。現在でも壇蜜の耳蜜や大竹まことゴールデンラジオなどのラジオ番組にレギュラー出演し、 BS 朝日サウナをめでたいのナレーションなど声優の仕事も続けています。また毎日ブログを更新している。大きな体調不良はないようだが、テレビで見かけなくなったのは寂しい限りである。壇蜜の近影を見ることができるのは文化放送の公式サイトだけだ。ある芸能誌のライターは、大竹まことゴールデンラジオ、大竹まことゴールデンラジオ、3月15日、大竹の向かいに怯える壇蜜が座っている写真があった。その1週間前にも同様の写真がアップされた。笑っているものの、鋭角に曲がった顎のラインが目立ち、まだまだ痩せた女性のイメージが強い。果たして彼女は男性に愛されるセクシーなボディを取り戻すことができるのだろうか。次回の動画でお目にかかりましょう。大変お待たせいたしました。